皆さんこんにちは。徳島県出身のプロロードレーサー藤岡克馬です。この動画では自宅でできるローラー台を使った坂道に強くなるトレーニングメニューをご紹介させていただきます。外で自転車に乗れない時でもしっかりと鍛えられるメニューになってますので、ぜひ最後までやってみてください。よろしくお願いします。まずトレーニングを行う前にしっかりと準備運動アップを行うことが大切です。そのアップの時に今の自分自身の現状、自分自身の走力がどれぐらい今あるのかっていうのを知ってもらいたいと思います。今途中で回転数とかスピードといったものを覚えておいてほしい部分がありますので、サイクルコンピューターを用意してもらえたらと思います。ではこれからアップを行っていきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初は5分間ゆっくり、全然追い込まなくていいので足をぐるぐるっと回して筋肉を温めてもらえたらと思います。イメージとしたら本当に準備運動の感じで、ギアは本当くるくる足が回る程度でいいので5分間回してもらえたらと思います。でローラー台でトレーニングをするっていうことなんですけど、基本的にローラー台は冬場の時期であっても夏場であってもとても暑くなるので、扇風機などを目の前に用意してもらって涼しい環境を作ってトレーニングをしてもらえたらと思います。
もう少ししたら5分なんですけど、まあ、だんだん体の方も温まってきたんじゃないかと思います。5分経ったら今度は軽いギアに入れていただいて、30秒間、とにかく足を早く回してもらえればと思います。それでは30秒間回していきます。今度は2分間ゆっくり足を回していきましょう。もう少ししたら2分なんですけれども、2分間はゆっくり回してもらった後に、今度は一番重たいギアの方にギアを入れてもらって、また30秒間ダッシュしていきましょう。そしたらまた軽いギアに入れてもらっていいんで、今度は5分間ゆっくり足を回して乳酸を抜いていきましょう。まあ、今の、まあ、軽いギアと重いギアで、まあ、軽いギアの時の筋肉を温めて、重いギアの時に使う筋肉を温めるようなイメージでですね。はい。
もうちょっとしたら、まあ、5分経つんですけど、5分間ゆっくり回してもらったら、次は自分が踏みやすいギアで全力で5分間足を回してもらいます。その全力の5分間では、まあ、この後のトレーニングに使っていくための数値ですねを測ってもらいます。まあ、方法が2つあって、1つ目がまあスピードメーターに、まあラップ機能がある場合、それはまあ5分間の次の全力の平均スピードを計測してもらって、もう1つが2つ目になるんですけど、ちょっと苦しくなってくるのがまあ4分あたりなんですけど、後半のその時の自分が踏んでるギアと足の回転数を自分自身で把握するか記録しておいてもらえたらと思います。それでは5分間踏んでいきたいと思います。
今4分です。2つ目の方法だとここで自分が踏んでいるギアと回転数を把握して記録しておいてください。5分間の全力が終わったら10分間ゆっくりと足を回しましょう。しっかり、まあ、この10分間の間に足を休めてもらって、足にたまった乳酸をこの10分間の間に抜いておきましょう。ここで無理して、まあ、途中踏んでしまったりすると、まあ、次から、まあ、トレーニングメニュー、練習メニューがまあ始まるので、ここで頑張ってしまうと足がいっぱいになってしまって次のメニューができなくなるので、しっかりとここでは足を休めて乳酸を抜くことを心がけましょう。
慣れないうちはこのアップの準備運動の段階で結構しんどいと思うんで、少しずつやっていってもらって、体を慣れさせていってもらえたらと思います。ローラーに乗る際は必ずタオルを準備して乗った方がいいと思います。気がついたら自転車の下が水たまりみたいにかなりの汗が出るので、しっかりと準備してローラーに乗るようにしましょう。ローラーに乗ってトレーニングしてると結構時間が経つのが長いので、好きな音楽をかけて、リズムに乗りながら乗るのもいいですし、人によっては、モニターを目の前に置いて、映画を見たりといった感じで、ローラー以外のものを準備してトレーニングするっていうのもありなので、ぜひやってみてください。
これで10分の足を回す休憩は終了です。一つ目のトレーニングメニューは、まあ、10分走というメニューになります。これはまあその10分走という名前の通り10分間ローラーを漕いでいただきます。長い坂道だけでなく、まあ、コース後半に坂があったりしてもしっかりと踏めるようになるトレーニングになってます。アップで測った時の数値を使っていきます。平均スピードが取れてる人は平均スピードのだいたいマイナス 1,2 キロを10分間回すようにしてください。ギアはだいたい10分間その平均スピードを意識してもらうんですけど、踏みやすいギアを選択してもらうような感じになります。で、後半の4分間の時の足の回転数とギアを記録している人はそれを10分間維持するような感じです。どちらの方法でも大丈夫ですので、それではやっていきましょう。僕がだいたい90から91回転ぐらいでしたね、ケイデンスが。
ラスト20秒はちょっと強く踏んでいきましょう。このメニューをしている時も10分間の平均スピードをとっておくといいですね。例えば平均スピードがもし28キロだった人がいるとすれば、次にやった時に28キロの人が次やった時は 28.2 キロ 28.3 キロといった感じで、やるごとに少しずつ平均スピードが上がっていっても実力が上がっていっているっていう客観的に見た証拠になりますんで、自分が踏んでるギアと足の回転数で実際に体験してもらってる方も、その時その時、そのギアで踏んでる時に、何キロ出てるかっていったものを把握しておけば、あれいつもよりスピードが出てるなっていうふうに自分自身理解できるようになると思いますんで、そうやって踏めるスピードとかが上がっていけば、体力が実際向上してる、スピードが身についてるっていったふうに自分自身の能力が上がってるっていうことを自分自身に把握できると思います。そうやって10分で結構長いんですけど、長い山とかも結構あると思うんですけど、そういう山とか意外と10分以上登ったり、7分8分って結構長めに登ることもありますんで、こういう10分間のゾーンのトレーニングをして、このゾーンの能力をどんどん身につけていってもらえれば、楽に早く登れるようになると思います。このメニューは今回1本で終わらせるんですけども、余裕のある人とかもっと体力を向上させたいって言った人は、10分間のメニューなんで最低でも10分ぐらいは、足をゆっくり回す回復の時間を挟んで、またもう1本でまた10分ぐらい休んで、またもう1本っていった風にどんどん回数をこなせるようになるっていうのも強くなれる秘訣なので、ぜひチャレンジしていってください。10分はこれで終わりです。2つ目のトレーニングメニューは SFR という足だけで踏むようなトレーニングになります。下半身の強化に今おすすめのメニューになるんですけども、坂道に弱い女性の方だったり、ダイエットをしたい方などにも向いているようなメニューになりますね。で、メニューの内容としては2分間足だけ で3分間休むっていうので1セット、これを今回は3本行っていきたいと思います。最初の2分は、ギアが足で踏めるだけの、ギアにかけてもらうような感じになるんですけど、好きなギアにかけてもらうような感じにはなるんですけど、回転数を40から55回転の間に収まるようにギアを設定してもらって踏んでもらいます。その時に、とにかく一番踏めるだけギアをかけてもらうっていうのがポイントになってきます。それではまず2分間始めていきましょう。いきます。この時にハンドルは握らない。今これ60回転とか出てるんで、軽すぎるのでどんどんギアをかけていくっていうのがポイントですね。
でこの時にローラー台によっては負荷の設定とかもあると思うんで、軽すぎたら負荷をどんどん重たくしていきましょう。この時に手は乗せるだけっていうのがコツになってきますんで、極力握らないように意識してもらえればと。これで今46回転7回転っていった感じなんですけど、まあ、さっきみたいに55回転を超えるような時はまたギアを重たくしてもらって、逆に40回転より重たくなって39回転とかになってしまう人はギアを軽くしていってもらえればと思います。もうすぐ2分です。2分経ったらギアを軽くしてもらって、足をゆっくり回してもらっていいんで、乳酸を抜いて次の2分に備えていきましょう。まあ、これでゆっくり3分間足を回していってもらって、今のうちに休んでもらいたいと思います。3分経ったらまた2分間さっきと同じように40から55回転ギアをできるだけ重くかけて足だけで踏むような感じになります。これを繰り返し3から5回ぐらいやってもらえればなと思います。でやってる時にしっかりとお尻とかハムストリングといって裏側の筋肉を使うことを意識してもらってやってもらうことで、より効果が期待できるのかなと思います。もう少しで3分経過するので、3分経過したらすぐにまたギアを重たくして開始してもらえたらと思います。それでは2本目の方をやっていきたいと思います。
また3分間の休憩になります。3分休憩して2分やるっていうのをどんどん繰り返していくような感じになってきます。メニューの内容としては、まあ自転車の上に乗ってやる、まあ、筋トレみたいなものになるんでかなりしんどいと思うんですけど、まあ、坂道登るときとかも結局重たいギアを踏める状態だったら、まあ、その分早くペダルが回せる状態になると思いますんで頑張ってやっていきましょう。それでは3本目やっていきましょう。
2分間終わったらまたギアを軽くしてしっかりと休みましょう。このメニューやってるとどうしても重たいギアを踏んでるんで、まあ、上半身を使いたくなっちゃうんですけどね、まあ、腕でハンドルを引きつけたくなるんですけど、そこで、まあ、腕を使っちゃうと重たいギアでも結構踏めてしまうので、まあ、下半身を鍛えるっていう意味合いから、まあ、それてしまうので、まあ、そこはとにかく我慢して足だけで踏むように意識して頑張ってもらえたらと思います。どうしてもこうハンドル引きつけたくなるんですけどね、引きつけちゃうとちょっと足への効果がちょっと薄くなっちゃうので、そこは我慢してもらえたらと思います。もう少しインターバルの3分が終了なんですけど、まあ、今回は3回繰り返したんですけど、まあ、できれば3から5回ほど、まあ、メニューとして繰り返してもらえたらより効果的だと思うんで、回数こなして自信がついてきたらもう5回とかやってもらえたらと思います。これでまあ SFR のメニューは終了になります。それでは3つ目のトレーニングメニューになります。3つ目は30秒間全力ダッシュで30秒間休むっていう内容になるんですけど、30秒しか休む時間もないんで心肺機能も鍛えられるし、エネルギーを効率的に使えるようにもなりますし、持久力も身につけられます。でも長い坂はもちろん速くなるんですけど、短い坂道がこう連続で登って下って登って下ってっていう風に何回も連続するような場所も、まあ、頑張ってクリアできる力が身につくような内容になってます。じゃあ始めていきたいと思うんですけど、ギアは、まあ、10分走の時と一緒で、まあ、30秒間しっかりと頑張れる、まあ、踏みやすいギアですね。重すぎてもダメですし軽すぎてもダメっていうのがポイントになってきます。それは30秒間全力で30秒休むっていうのを10回連続で繰り返していきたいと思います。それではいきます。よーいスタート。休むときは軽いギアに入れてもらって
大丈夫なんですね。しっかり足を回して休んでください。多いな。
今回は10本だったんですけど、練習を重ねていって15本とかやってもらってもいいですし、どんどんそのメニュー中のスピードも上げていきながら回数もこなせるようにしていってください。トレーニングを重ねてもらうと、右下の四国の実際に四国の右下のコースを走ってもらっても前よりも全然楽に走れるようになっていくと思いますので、頑張って練習していきましょう。これで30秒インターバルは終了です。皆さんお疲れ様でした。しんどかったですよね。
しんどかったんですけど、しっかり継続していけば着実に効果が出てくると思うので、目標を持ってぜひ継続していってください。それから僕の地元徳島県には四国の右下ロードライドというサイクリングイベントがあります。コースの後半に南阿波サンラインというきつい坂道があるので、このトレーニングでしっかりと鍛えてぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。